今日はね、専門家柄の情報が更新されだから伝えるね。高齢者、妊婦さん、持病のあるがだ。37度5分以上の熱が出たら、前はフズが様子見でていてたけど、強い原体がん、だるさだな。あと息苦しさ、肺炎の症状があったら、すぐに相談してねって呼びかけたんだ。 まずは電話で「帰国者接触者相談センター」がかかりつけ医に相談してよ。新型コロナはまだ症態がわかんないウイルスだからこれからも情報や対処法がどんどん変わっていく。こういう時はまめに情報をチェックしてかねばなんね。ばあちゃんもみんなにとって大事なことがあったらできるだけ伝えるからね。皆さんの父ちゃんや母ちゃん、じいちゃんやばあちゃん、妊婦さんのお友達にも伝えれよ。